こんにちは、塩さんでございます。ここは新宿三丁目。このビルの中に肉が食べたい時におすすめなお店があるんです。そのお店では豪快にうまい肉にがぶりつくことができます。さらに締めのガーリックライスとパスタがめちゃくちゃ美味しかったんです。この2つの魅力も紹介していきます。僕のチャンネルでは埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。新宿三丁目、この交差点のそばにあるこちらのビル、このビルの7階にお店はありました。めちゃくちゃおしゃれな雰囲気のビルですよね。いろんなお店が入っています。有名な北京ダックのお店も入っていました。こちらの7階アップしていきます。お店の名前は東京キッチンさん。この東京キッチンさん、エレベーターを降りるとこのような感じの雰囲気になっています。おしゃれな感じの雰囲気があるこのお店の入り口、店内に入るとめちゃくちゃおしゃれで開放的な雰囲気になっています。窓際の席は新宿の夜景を眺めながら楽しむことができます。その中で肉盛りが人気なんです。この肉盛り、一度食べると忘れられない、また食べたいものになります。塊肉の状態でじっくり焼き上げる肉、この肉が盛り合わせになってこの後登場しました。盛り合わせでございます。来たー、お腹失礼いたします。はい、いい香り、めっちゃいいね。なんと豚肩ロース、スペアリブでございます。わさびマスタード、ハーブソルトにつけてお召し上がりください。お茶お使いください。お願いします。スペアリブはめちゃくちゃでかいです。そしてランプ肉、この牛ランプ肉美しいですよね。そして豚肩ロース、こちらもめちゃくちゃ美しい焼き上がりなんです。牛豚盛り合わせ一番人気です。スペアリブを改めて見ていきます。ほんとでかかったんですね。このでかさはありがたいの一言です。持ち上げるとそのでかさをさらに実感しました。こんな感じになります。がぶりつくのがワクワクするスペアリブ、この後早速がぶりつきましたが、もうほんと素晴らしかったんですね。肉の旨味とちょうどいい肉の柔らかさ、これがたまりません。ハーブとスパイスの旨味も絶妙で美味しかったんですね。肉がほんとうまい、その一言が出てきます。がぶりつきがめちゃくちゃいい感じです。途中でナイフでカットしてこのように食べていく、これもまたおすすめであると思いました。食べるたびにその美味しさにはまっていくスペアリブ、最後にこの骨の部分が残ります。この骨のところにある肉、これにがぶりついていく、これがまた美味しいスペアリブの魅力でもあります。豚肩ロース、こちらをいただいていきます。この豚肩ロースは本当美しいですよね。見た目からもううまさが伝わってきます。絶妙な焼き上がりになっているんですね。ここまでピンクで美しいのは本当素晴らしいです。食べやすい大きさにこの後カットしていきました。3つにカットしても一つ一つがでかいです。早速いただいていきます。まずはマスタードをつけて、このマスタードも合うんですね。柔らかくて肉の旨味がすごいなと思いました。続いてわさび、わさびもめちゃくちゃ合うんですね。肉の旨味とめちゃくちゃ合っているんです。さらにハーブソルト、こちらをかけます。ハーブソルトが一番合っていると思いました。肉本来の旨味を一番引き出すんですね。いくらでも食べられそうな美味しさがある、そう感じたこちらの豚肩ロース、ハーブソルトにはまっちゃいました。カットしてからこのように
ハーブソルトをかけていただきます。本当美味しい豚肩ロースでした。続いて牛ランプ肉をいただいていきます。牛ランプ肉のこの見た目の美しさも素晴らしいです。焼き上がりが本当美しいんですよね。ついつい見ていたくなります。それくらいに美しいんですね。牛ランプ肉もこの後食べやすい大きさにカットしていただくことにしました。牛ランプ肉はハーブソルト、こちらがおすすめであると思いました。こちらをかけていただきます。食べるとわかるのはその柔らかさ、そして肉の旨味、これがたまらないなと思いました。ハーブソルトがかかることで肉の旨味がさらに引き出される、そのことも感じながらいただいていきました。食べるたびにその美味しさにはまっていく牛ランプ肉です。牛豚盛り合わせ、これはぜひ食べたい、そう思った贅沢な一品です。肉は単品でも頼むことができます。このような感じでいろんな種類あります。迷った時は盛り合わせがおすすめです。この後まだまだ料理が出てきます。肉は焼き上がりまで時間がかかります。なので盛り合わせなどの肉を頼んだ時にその間に食べていたいメニューを紹介。まずはビールで乾杯。ビールも美味しいです。まずお通しです。この日はミニグラタンが登場しました。このミニグラタンが美味しかったんですね。いきなりグラタンが登場するのはびっくりでした。さらにバケットも登場します。このバケットとミニグラタン、こちらをセットでいただいていきました。このセットを食べているだけでも結構お酒も進んでいくんですね。まずミニグラタン、こちらは肉もたっぷりでうまい味わいだったんですね。シンプルだけど美味しい。グラタンが好きな人にとってはいきなりこのような感じで登場すると嬉しいなということを感じながらいただきました。さらにグラタンをこのようにバケットの上に乗せて一緒にいただく、これもまた美味しいなと思ったんですね。バケットに合う、そんな最初の一品です。続いて前菜の盛り合わせです。こちらは4品ついてくる盛り合わせになっています。これが1人前になっています。このような感じですね。2人前で注文するとこれが2つになります。ラタトゥーユ、こちらが乗ったこのバケット、これがまず美味しいんですね。一口で食べれるように仕上がってるのがいいです。続いてチーズ、このチーズもいいですよね。お酒にめちゃくちゃ合うと思いました。この日はスパークリングワインもいただきました。このスパークリングワインとチーズめちゃくちゃ合うなと思いながらいただいていきます。ホタテもありました。このホタテ結構いい感じですよね。これもまたお酒が進んでいきます。お酒が進む美味しい前菜をどんどんいただきました。ホタテを食べているとこのビールも進んでいくなと思いました。このような感じでビールもいただいていき、最後に生ハムをいただきました。生ハムも美味しい仕上がりの生ハムです。前菜の盛り合わせ、こちらはまず注文したいと思いました。この4品があるだけでお酒がめちゃくちゃ進んでいくのと会話も盛り上がって楽しんでいることができるんですね。一緒にワインやビールで楽しみながら時間を過ごしていく、そうしていると肉の盛り合わせが登場します。その肉の盛り合わせが登場するとさらに盛り上がっていきます。肉を食べた後まだ食べたい、そう思った時には締めがおすすめです。まず国産牛のガーリックライス、これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。店主もおすすめのこのガーリックライス、なかなか他では食べられないうまい味わいだったんですね。混ぜ混ぜしてからいただいていきます。このような感じで店主自ら混ぜ混ぜしてくれました。
どんどん混ぜ混ぜしていきます。ちょっと早送りで見ていきましょう。いい感じに混ざり合ってきましたよね。食べるとどのような味わいなのか楽しみになりながら待ちます。そしていただいていくと、ニンニクがめっちゃ効いていて濃厚な味わいでうまいんですね。これ肉もたっぷり入っているので、その味わい食感もたまりません。濃厚なので食べるたびに噛みしめていただきたくなります。ニンニクの旨味も素晴らしい味わいに仕上がったこの国産牛のガーリックライス、食べるたびにハマっていく締めのご飯であると思いました。それくらいに美味しくて食べ始めると止まらなかったんですね。続いてズワイガニのトマトクリームパスタです。先ほどのガーリックライスにも勝るうまさであるこのトマトクリームパスタもハマってしまいました。このトマトクリームパスタもかなりのボリュームがありますよね。何人かで取り分けていただく、そんな感じで楽しむこともできます。麺を早速いただいていきます。麺を食べると独特であることに気づくんですね。なんと麺が四角くてアルデンテの食感になっていて、これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。他にはなかなかないような麺なんです。濃厚でカニの味わいもしっかり楽しむことができます。カニもたっぷりだったんですね。一口食べるともっと食べたくなる、そんな味わいがあるこのズワイガニのトマトクリームパスタ、このトマトクリームパスタも締めに食べたいおすすめなメニューであると思いました。一人で全て食べたい、そんな気持ちにもなる一品です。そんな東京キッチンさんのメニューを見ていきます。まずこの盛り合わせ2品、肉の盛り合わせはぜひ食べたいです。もし肉の盛り合わせでなくても、こちらの肉の単品メニュー、これはぜひ食べたいと思いました。さらに前菜盛り合わせをはじめとした前菜メニューたち、結構これだけでも種類がたくさんあります。さらにトリュフ香るフレンチフライやアヒージョ、ニョッキなども用意されています。そしてサラダ、さらに締めの先ほどのガーリックライスやトマトクリームパスタ、他にも本日のパスタやデザートも用意されています。最初の入り口から肉、締めまで楽しむことができます。コース料理として楽しむこともできます。このように4種類のコース料理がありますので、予算や食べたいものに合わせてこのコース料理で楽しむのもおすすめです。東京キッチンさんはここにあります。ということで場所を紹介していきます。新宿駅の東南口からの地図を見ていきます。このようなルートで非常に分かりやすいです。徒歩だいたい4分ぐらい、東南口を出て御苑方面に歩くと出てくるこの交差点、この交差点のそばにあるこのビルの7階にお店はあります。伊勢丹側から見ます。奥に見えるのが伊勢丹本店です。そしてこのような感じで振り返るとビルはこのようにあります。こちらのビルの7階、このビルの7階にお店があるんです。めっちゃおしゃれな感じのビルですよね。近づいていきます。外から見るとこのような感じ、ここから夜景を楽しむこともできるんです。エレベーターで階に降りるとこのような感じです。おしゃれな雰囲気がありますよね。拡大していきます。この横に入り口があるんです。今回東京キッチンさんでいただいて感じたこと、それは肉盛りがすごい。改めてこの凄さを感じました。以前いただいた時もそうでしたが、これだけ豪快にたっぷりの肉盛りを楽しむことができる、肉好きにはたまらないお店であると思いました。その肉は美しさも素晴らしいと思いました。特にこの豚肩ロース、
食べるとその美味しさにさらに感動します。肉だけでも本当に満足できるひとときを過ごすことができます。肉好きの人には絶対おすすめしたいお店でもあると思いました。東京キッチンさんは締めの2品がうまい、この一度食べるとハマるメニュー、専門店に勝る美味しさを楽しむことができるのも魅力だと思いました。東京でうまい肉を豪快に楽しみたいとき、おすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。東京キッチンさん本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。